ベンヤミン・ネタニヤフ、ベンヤミン・ネタニヤフ、ベンジャミン・ネタニヤフ、またはビニャミン・ネタニヤウ、もしくはナタニヤウの方がより原音に近い、1949年10月21日帯は、イスラエルの軍人、政治家。現在、同国首相、13.17代、外相、17代、財務相、18.2024代を歴任。2005年12月より、 ウハセトウリクードの当初に再登板。イスラエル建国後に生まれた最初の首相経験者である。尊敬する政治家は同党の創設者、メナヘム・ベギン元首相と英国のマーガレット・サッチャー元首相である。また、急進的な新自由主義者でもある。イスラエル国内や海外での同胞ユダヤ人たちの間などではビビの愛称で呼ばれている。若い頃には、 ベンニ体、ベンニテ、という名で、メディアに登場したことがある。ベンイコールシオンネタニヤフと、ジラネタニヤフ夫妻の次男として、イスラエルで生まれた。父親のベンイコールシオンは、ロシア姓をミリコースキー、ミリコウスキーといい、1910年に、旧ロシア帝国ポーランド領ワルシャーで生まれた。彼の父、ベンヤミンネタニヤフの祖父は、 シオニスト運動家の姉さんミリコースキーで、一家は1920年パレスチナへ移住し、エルサレムに入植した。ベイイコールシオンもまた父の思想を受け継いだシオニスト運動家で、コーネル大学でユダヤ市の教授を務めた。およびヘブライエンサイクロペディアの編集者であり、それが息子たちの思想に大きく影響している。兄のヨナタン・ネタニアフは1976年の エンテベ空港奇襲作戦で戦死したイスラエルの英雄。弟のイドネタニヤフは放射線技師及び作家。兄弟は三人ともイスラエル国防軍のエリート部隊サイエレットマトカルに所属した。ネタニヤフは家族と共に1956年から1958年、1963年から1967年にかけてアメリカに在住。 ペンシルベニア州フィラデルフィアの郊外で成長し、チェルテナム高校を卒業した兄も同高校を出している。高校ではディベートクラブに所属していた、そのため英語に堪能であり、言葉にはフィラデルフィアなまりがあるという。高校を卒業後にイスラエル国防軍に入隊し、上記の通りサイエレットマトカルに所属。1967年から1973年に、 かけて様々な軍務、第三次中東戦争、消耗戦争、サベナ航空572便ハイジャック事件の解決、20時。1972年には肩を打たれて負傷している。第四次中東戦争では部隊を率いて、シリア領内に侵入した。1973年に除隊、最終階級は退位。除隊後はアメリカに戻り、 マサチューセッツ工科大学の理工学位と MIT スローン経営大学院の学位を取得、ハーバード大学と MIT で政治学を学んだ。3度結婚しており、最初の結婚で娘のノアを設けた。現在は客室乗務員だった3番目の妻サラと共に暮らし、ヤイール、アブナーの2人の息子がいる。ヤイールは現在、軍務についている。 MIT を優秀な成績で卒業後、1976年から1978年にかけて、ボストンコンサルティンググループで経営コンサルタントとして勤務し、当時の同僚に、後のマサチューセッツ州知事となるミットロニーがいた、イスラエルに帰国。政治の世界に身を投じたきっかけは、後に国防省、外省を務めることになる政界の応募省。 モーシェ・アレンスの勧めによるものである。1982年には、当時中米大使を務めていたアレンスの下で勤務。1984年から1988年までは、同国の国連大使を務める。同年にはリクルードから総選挙に出馬し、国会議員に初当選を果たす。イツハークシャミール政権下で、外務次官を務め、1991年。 サッタームフセイン体制下にあった、当時のイラク軍のクウェート侵攻に橋を発する湾岸、戦争の際、外務次官という立場でありながら事実上のスポークスマンとして、自国の大義を力説。それも、米国人と寸分違わぬ英語での話術は脚光を浴び、正解のホープとして植望され始める。天気となったのは、翌、1992年の総選挙である。 カリスマ的な人気を誇ったイツハークラビン率いる労働党の前に、シャミール政権は大敗視野に下る。大敗したリクードの再建のため、ネタニヤフは、同年の党首選に出馬、当選2回でありながら、ベニー・ベキンや、ダビッド・レビ、モーシェ・カッツアーブを破り、政権奪回に必勝を期すこととなった。ネタニヤフは、パレスティナ過激派のイスラエルに対する自爆攻撃が、 多発した1996年7月に首相に選出された。シモン・ペレスはパレスティナ過激派の自爆攻撃を沈めることができず、公の信頼は急速に低下していた。1996年3月3日、4日のパレスティナによる2度の自爆攻撃では32人のイスラエル人が死亡した。この攻撃がきっかけとなり、 ペレスはテロリズムに対する無策が批判され結局、選挙で敗北することとなる。ペレスと異なりネタニヤフは、ヤーセル・アラファートの行為を信頼せず、和平プロセスは、パレスチナ自治政府の義務であるとし、自国に対する、あらゆる攻撃に対抗する姿勢を示した。首相として彼は、ヤーセル・アラファートと交渉し、Y 合意を成立させた。しかし多数の者がネタニヤフは、 パレスティナ自治政府との合意を遅らせようとしていると非難した。ネタニヤフの和平交渉へのアプローチは、強者としてのイスラエルをパレスティナ側に押し付けるものであった。このアプローチはうまくいくように思われた。前任者ペレスや後任者バラクと異なり、ネタニヤフの在任期間は、パレスティナの自爆攻撃は少なく比較的平静であった。 1996年にネタニヤフとエルサレム市長、エフード・オルメルトは、嘆きの壁のトンネルに出口を開くことを決定した。この決定は、パレスチナ人による3日間の暴動の口火となり、100人以上のパレスチナ人がイスラエル側によって殺害された。対テロリズム政策の成功にもかかわらず、ネタニヤフは多くのエリートに嫌われ、メディアからは、左翼と同一視された。 一連のスキャンダル、彼の妻のゴシップを含む97年には、当時最側近だったタヒハネグビ法章に、増収は疑惑枠が浮上するものの、最高権は、権利不十分で立権を断念していると職に、関する調査の後、ネタニヤフは、イスラエルの大衆の支持を失った。1999年の総選挙で、エフードバラックに敗北した後、ネタニヤフは、 一時的に政治から身を引いた。汚職事件から身をかわすため、ネタニヤフは政治の世界から一時身を引き、議員の職も同時に辞していたが、2000年9月27日、イスラエル最高権がネタニヤフ夫妻の立憲を証拠不十分で断念す。これを受けネタニヤフは、すでに死にたいとなっていた、バラク政権倒閣。 復権に乗り出そうとするが、すでにリクード当主の地位にあったアリエル・シャロンの方が、役者が一枚上手で、翌日9月28日神殿の丘訪問で、リクードの末端党員、ウハジ営の心を完全に掌握してしまう。身体極まったバラクは、首相職を辞任、再選挙に打って出るが、議員の職にないネタニアフは、出馬を封じられ、選挙は、シャロンの圧倒的勝利に終わる。 その後、首相の椅子を掴んだシャロンとネタニヤフの関係は抜き差しならない状態となり、2002年5月にネタニヤフの参加にあるリクード、中央委員会がパレスチナ国家反対決議を行うと、両者の溝は決定的になる。2002年10月イスラエル労働党が政権を離脱、解散、総選挙の実施が決まり、リクード党首選が前倒しとなると、持論である。 アラハト議長追放を、パレスチナ国家断固反対掲げ、シャロンと激突する。2002年11月の投資戦で、シャロンがネタニヤフに圧勝すると、対立劇は一旦収束する。2003年1月の総選挙で、リクードが勝利すると、ネタニヤフは外省から財務省に降格される。2004年2月、シャロンがガザからの全面撤退を掲げた一方的ガザ。 地区撤退計画を発表すると、両者の対立が再燃する。シャロンは、末端党員の指示を受けた上で、計画の実現を画策するが、2004年5月に行われたリクードの党員投票では20ポイントもの差をつけられ撤退計画は拒否される。ネタニヤフは当然反対の意を示し、シャロンの腹心だったリモール・リブナット教育賞もこれ境に、シャロンから離反してしまう。 撤退計画は、シャロンとネタニヤフの権力闘争という意味合いだけでは、なく、党内の強硬派と恩恵派の対立、当時であった大イスラエル主義、約束の地の藩をもともとイスラエルのものと捉える思想の是非といった、古くて、新しい問題を顕在化させてしまったのである。党員投票で敗れたシャロンは、これを機に、リクードへの不信感を募らせ、このことが、翌年の集団離島。 カディーマケットへ繋がっていくのである。一方的ガザ地区撤退計画は、党員投票では否決されたものの、2004年10月、労働党の指示を得て、国会で何とか通過させる。その際もリクードの40人の議員のうち17人が、増反。党は、完全に分裂状態となる。2005年8月7日、撤退計画の最終閣議決定の直前に、ネタニヤフは、ガザを、 テロリストの前線基地にする無許として財務省を抗議の辞任。8月30日には本格的に当確運動に乗り出す。しかし、これも同年11月21日にシャロンらが集団離島する形で計画は頓挫する。ネタニヤフの決断が遅すぎたこととシャロン以上に右寄りの政策、当確運動の翌日にはマーレアドミームを訪問し、 入植地拡大を明言しているを打ち出さなければならなかったことも彼には不利に働いた。財務省としてネタニヤフはアルアクサインティファーダの間にイスラエル経済回復のため大胆な計画経済を試みた。それは多数の論争の的となったが計画はより多くの自由主義市場への動きを含んでいた。2005年11月、シャロンやウォルメルトが 集団離党し、カディーマの結成に動くと、不在になった、遠首の座をめぐり、党首選が前倒しとなる。翌月、12月19日、ネタニヤフは47%の支持を得て党首に、返り咲く。しかし、シャロンらの離党、カディーマの結成で中道票をこぞって奪われ、自身が掲げるサッチャー流の経済政策は、格差拡大を助長させると集中放火を浴びる。 2006年3月28日に行われた総選挙では、リクードは歴史的惨敗を喫する。わずか12議席に落ち込み、第4勢力にまで後退することとなった。そのため、リモール・リブナット元教育省などからは、党首辞任を要求する声が出たが、大勢にはならず、ネタニヤフはその地位に留まり、反撃の機会を伺っている。リクードの分裂は、 党の弱体化を招いたものの、ネタニヤフの側近や、党内強硬派は力を温存する順化路線を一方でもたらした。ただ、選挙後の支持率は、挽回傾向にあり、2006年8月に行われた、世論調査では、オルメルト首相を抑え、次期首相候補のトップに立った。これは、オルメルト政権によるレバノン侵攻の失敗と、そのレバノン侵攻の際、ネタニヤフは、 一切政局にすることなく、黙々と政権支持を貫いたこと。このことに国民が好感を持ったためである。ガザ地区撤退計画の際のシャロンへの必要な球団がたびたび避難を浴びていたため、ネタニヤフもそれを意識していたものと思われる。2007年1月に地元市が行った世論調査によるとネタニヤフが率いるリクードは現在、 選挙が行われれば29議席を獲得し第一党になるとの結果が出た。一方のウルメルト首相のカディーマはわずか12議席との予測が出ており、現在はリクードが12、カディーマが29の議席をそれぞれ得ているので、ウルメルト政権は発足後1年も経たないうちに逆転を許したことになる。2007年11月の世論調査でもリクードの支持は落ちていない。 また、ここ数年脅威が高まるイランの核武装については、極めて強硬な立場で、メナヘム・ベギン元首相が1981年に、イラクのウシラク原子炉爆撃を断行した、バビロン作戦を引き合いに出し、イスファハーンなど各関連施設への先制攻撃も、辞さない考えを示している。中東和平については、オルメルト政権が主張するヨルダン側西岸入植地解体、 シリアとの和平交渉及びそれに伴うご覧公言、返還、エルサレム東西分割案に、いずれもイスラエルを危険にさらすとして、反対の姿勢を貫いている。2007年8月14日に行われたリクードの前倒し党首選で、73%の得票で再選される。2007年9月19日地元テレビのインタビューで、 同月6日のイスラエル空軍によるシリアへの限定空爆を暴露。オルメルト首相に指示する旨を伝えていたことを明らかにした。空爆施設はシリアが北朝鮮の協力のもと核開発を進めていた疑いが持たれている。2008年1月10日、イスラエルを訪問したジョージ・ブッシュ大統領会談し、イランの軍事的脅威に対する意見交換を行った。 2009年2月10日に実施された総選挙ではカディーマに第一党を譲ったものの73万票弱を獲得12議席から27議席へと大きく勢力を倍増させた。同選挙では従来からの主張であるイランの各部装操しガザ紛争後もハマースに対する攻勢強化を訴え人心を掴んだ。選挙戦の際にはご覧高原を訪問。 現地で食樹を行い入植地拡大を約束している。また、同選挙ではかつて政策的に激しく対立していた、ベニー・ベギン元科学省、ダンメリドール元財務省と関係を修復するとともに、国民的人気の高いモーシェ・ヤーロン、元参謀総長を3個の例で迎えた、3種ともリクード公認、当選を果たしている。同選挙では、政策的に近い右派、 宗教政党が大きく躍進したことから、同所政党がいずれもネタニヤフを首相として推挙。同月19日にはこれまで態度を明らかにしていなかったイスラエル我が家がネタニヤフ支持を鮮明にしたことから、翌20日にシモンペレス大統領がネタニヤフを主犯とした組閣を要請。ネタニヤフ自身は右ハ、宗教政党主体では、 政局運営が困難なことからカディーマを加えた大連立を模索しており、同月22日28日に党首会談を行うも決裂。カディーマとの大連立は半ば断念するものの、労働党との連立交渉は進んでおり、政権発足は3月中旬になると見られていたが、労働党内で反発が強く労働党との交渉は難航。3月15日には、 イスラエル我が家と政策合意、当主のアビグドール・リーベルマンの外相就任が確認された。同月23日には宗教政党、シャスと政策合意を果たした。31日には右派連立内閣が発足、ネタニヤフは10年ぶりに首相の座に帰り咲くことになった。労働党、シャスなど六党からなるネタニヤフ政権は同年六月十四日、 対パレスチナ政策で微修正の動きを見せた。同日、ネタニヤフは、テルアビブのバルイコールイラン大学での演説で、限定的なパレスチナ国家用人に言及。具体的には、同国家は非武装で制空権を有しないこと、エルサレムの分割は行わないこと、既存入植地は今後も拡大を続ける。第一次中東戦争で難民となったパレスチナ人の帰還権。 機関権に関しては、アラブ系と共産党を除く左右両派とも反対で、あるは認めないことなどがその柱である。これらの政策修正は、シャロン政権の前半に近いと言える。また、新中東和平案発表後の調査では71%が、同案を評価、支持率も44%に急回復した。また、同年11月17日には、 東エルサレムの議論に900個の新規入植地建設を承認し、エルサレム市がそれを執行することになった。一方、同月25日には、その総裁案としてヨルダン川西岸、ユダヤサリア地区への新規入植を10ヶ月間凍結する案。ただし、弱工済みの住宅建設については除外を発表した。暫定凍結案については労働党や、 ベニーベギン無人所長らが一定の理解を示す一方、党内の強硬派や入職者組合などからは、激しい反発の声が上がっている。しかしながら、凍結期限となった翌年9月26日以降は、凍結延長は行わず入職再開を粛々と断行した。また、翌12月には、政局運営を円滑にするため、 一度は決裂したカディーマとの大連立協議を行ったが、交渉は物別れに終わっている。翌2010年1月20日にはパレスチナ人国家が樹立した後も国防軍が引き続き治安維持の観点から駐留を継続する考えを示す。ネタニヤフは前述の神話平安の中でもパレスチナ国家はあくまで非武装であることを前提条件としており、これは ほとんどのパレスティナ人に受け入れられるものではなかった。2010年11月22日には、リクード有志議員が国会に提出していた東エルサレム及びゴラン高原からの撤退、請願は対象外が行われる際には国民投票を義務付ける法案、国会で3分の2の賛成議があれば実施されないを、賛成65、反対33、 危険22の賛成多数で可決させパレスチナ側を建制している。2012年11月29日、国連総会がパレスチナのオブザーバーとしての資格を組織からノンメンバー国家に格上げする決議案を賛成多数で採択したことに反発し、ヨルダン西岸と東エルサレムでユダヤ人入植者向け住宅3000戸を建設する計画を発表。 2010年5月31日に発生した、トルコからガザ地区へ、人道支援のため向かっていた客船を、イスラエル軍が打破し、トルコ人の人道支援活動確認を殺害、乗船していた数十人の人道支援活動家を負傷させた事件に関しては、正当防衛であり、ハマース支援のための船舶であったから攻撃したと弁明した。この事件は、国際社会、並びに、 人権活動からから大きな非難を浴びたが、ネタニヤフは我々は決して謝罪しないと強行姿勢を貫いた。しかし、この姿勢にトルコは憤慨し、7月に入ってイスラエルはトルコに謝罪せよ。謝罪をしないならば国際調査を受け入れよ。両方とも拒否するならばイスラエルとの国交を断つという姿勢を見せてイスラエルトルコ間の緊張が高まった。同年6月13日に イスラエル国内に設置された調査委員会、オブザーバー都市、デイビッド・トリンブル元北アイルランド主席閣僚も参加は調査の結果2011年1月23日に報告書を公表し、支援船の吸収、ダ保は合法であり、ガザに対する軍の封鎖措置も合法であると結論づけた。しかし、これはイスラエル人7人の指揮者によって構成された委員会であり、 単に政府の行動を正当化しただけの調査報告とも言える。2015年3月3日、アメリカ合衆国議会合同会議で39分間に渡る演説をし、オバマ大統領を攻撃した。第二次世界大戦中のホロコーストによるユダヤ人虐殺をアドルフ・ヒトラーに提案したのは、当時のパレスチナ指導者、アミーンフサイニーであるという主張をしばしば行い、 パレスチナ側はもとより、イスラエル国内からも批判を受けている。2010年12月26日付のイスラエル紙ハーレツは、社説で、ネタニヤフは、右翼と、カハネ主義者を勇気づけていると題し、ネタニヤフが、エリトリアやスーダンなどから、戦火や抑圧、貧困から逃れるために、イスラエルにやってきた、不法移民たちを、市民を脅かし、イスラエルの雇用を脅かし、 ユダヤ人民主国家を脅かしている洪水であると発言したことについて、カハネ主義者や右翼のラビといった人種差別主義者たちによる攻撃の格好の標的を作ったと書き、ネタニヤフを厳しく批判した。2011年7月に住宅価格や物価の高騰、激しい貧富の差などに抗議する大規模なデモがイスラエル国内で行われるようになり、ネタニヤフは イスラエル国民からこれまでにない激しい批判にさられている。2015年5月6日、3月のクネセと総選挙の結果に基づいて組閣が行われた。しかし、アビグドール・リーベルマン率いる世俗経局イスラエル我が家が閣僚ポストなどをめぐる対立から連立政権への参加を見送ったため、過労うじて議席の過半数を占めるにとどまっており、かつてのように安定した。 政権運営はできないという見方が現地メディアの中に広がっている。また、アメリカとの関係改善も進まないと見られている。首相のほかに、厚生省、外省、地域協力省、コミュニケーション省も兼務している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。